こんにちは。誰パイ、えー。誰でも Python チャレンジです。はい、えー。今日も楽しく、えー、続きをやりましょう。はい。何でしたっけおおボールをたくさん作ることをやりましたね。はい。えー、まあ、オブジェクト思考言語。まあ、こんな言葉はどうでもいいんですけど、まあ、クラスというもので、えー、いろいろ、まあ、えーまあ、これによってですね、その、えー、隠蔽といって、外からいろいろややこしいことを見えなくしたり、 継承といって、いろいろ、それのサブあの、子供のクラスを作ったり、いろいろ便利な紅、えー、用がある、えー、クラスについて、まずボールを例にやってみました。いいですね。えー、ボールは、えー、まず大きさと、それから位置と速度を持っていて、色を持っていて、で飛び回るという、えー、同じ速度行動をするわけですね。それはメソッドムーブで行います。 ということ。そして、それを使って作ってみるというのをやっていました。ちょっとコードを見てみましょう。はい。こんな感じですね。はい。えー、ボールというクラス。必ず大文字で始めます。そして、これ、アンダースコア、アンダースコア、イニット、アンダースコア、アンダースコアという関数がコンストラクターと呼ばれて、ボールを作るときに呼ばれる関数ですね。クラスのインスタンスを作るときに呼ばれる関数。必ず関数にはこのセルフというおまじないをつける。 そして多くのクラスインスタンス変数にはセルフドットというお持ち名をつける。これが消化、あの決まりですね。で、えー、ボールっていうのはそれぞれ、えー、位置と速度がランダムに決められて、色は次にのもの。このイ,タイテレーターの次のものが選ばれるということですね。そして、えー、ムーブというメソッドの中では、えー、っと走り回ります。壁に当たったら あの反,射反射します。という、で、ボールの位置を書き、書きますということをやるということですね。はい。そして、えー、5つボールを生み出すということをやりました。ちょっとこれ6にして実行してみましょう。はい。えー、ボール、この前回より少しボールがまたでかくなりますかな。はい。そんな感じですね。はい。という感じです。じゃあ今日はこれを、えー、何でしたっけはい。えー、いよいよ、 クリックで消してみるっていう宿題できましたかね昔のこの80課でやった飛び回るボールたち。今これをピクセルでやったことを今、パイシンプルグイでやっています。そして、ボールをクリック8十課でやりましたね。このクリック貼れた変態をクリックとっていうメソッドでやる。それ今、クリック点と中心への距離を比べるということですね。はい。ということで、同じことをやってみましょう、えー。ボールをクリックして消すゲームを作る。 同じことですね。ボールドットクリックと。で、これをやってみましょう。まあ、前、今隠してあるここですね。こいつをやります。ですので、判定基準としては、これですね。なので、多分、こういうふうにやったらいいと思います。えー、この、もう、えー、コメントは消してしまって、if、if、クリックされたら CXCY。そしてどうするかっていうと、 If、そのボール、あるボールがクリックされたら、まずこれ1個だけにしましょうか。ね1個だけにしましょう。うーんと、どうしようかな。まあでもいいね、一んでね。はい。あるボールがクリックされたら、えー、という、yes のを返すことにしましょう。なので、はい。def の、えー、クリックと。で、 セルフって、ここまで同じない。そして、外の X と Y。クリックされた CX と CY をもらって、そして、それがボールの中であるか否であるか、返すということ。だから、ここを使えばいいんですね。これをコピーして、えー、ここに貼ってみます。で、リターン。 つまり CX の2乗プラス CY の2乗と中心の2乗、それぞれここにはセルフをつけます。セルフ .BX。ね。インスタンスですので、セルフ .BY。セルフ .R。セルフ .R。まあこれ、めんどくさいから事情にしましょうか。はい。えー、もしこれがイエスであれば True。そうでなければ False を返す。 っていう場合はもう単純にここにリターンを書いてしまえんですね。こういうふうにやると、この t r u e f a l e 値が変えることになります。いいですね。さて、あとは、あとはもういいですね。えー、あ、あのちょっと優しくしてあげましょう。なんか、まあいいか、それは。はい。それで、だから、あとは、それぞれの、この場合で言うと、5つのボールについて、クリックとであれば、 まあやっぱりこれ、こうしましょう。えー、っと、ここここを、えっと、まず、もう一回、ここを消しちゃって、えそれで、そうですね、クリックとであれば、消すんですよね。なので、やることは、クリックされたときの手順。まず、図形を消します。デリートフィギュアそれから、 実態を消すということになります。この順番でやっています。もういいですね。じゃあ、ごめんなさい。やっぱりこれ戻しましょう。はい。えー、6つの場合はどういうふうに扱うか。ですので、この場合には、法文でそれぞれ順番にチェックします。法う、うん、そうですね。えー、ボールリストの中の それぞれ、for ball, in. そうですね。in, ball, list. で、if, ball が、うん。えー、if, ball のメソッドは、クリックと。が true ならば、ですね。先ほど言いましたように、 これを実行することになります。えー、まず、えー、GG のデリートフィギュアの、あ、この前にじ、そうですね、図をまず消すんでしたね。なので、えー、っと、そのフィギュアを消すことになります。フィギュアは、ボールの中の、 えー、これですね。セルフのフィグ。もちろん、ここにね、実は消すっていう関数を作ってもいいんですけど、デストラクターをね、作ってもいいんですけど、ちょっとややこしいので、今は順番にわざわざやることにします。えー、ので、ボールドット f i g を消します。それから、えー、ボールリストから、リムーブの ボールを除きます。で、最後に、ボールを消します。実体を消す。この三、三段階を実行するようにしてください。まず、出ている図を消します。それから、ボールリストから覗いて実体を削除。いいですね。これでいいと思います。ので、えー、これで、あと、ここはいらないね。はい。ということですね。それから、 で、戻して、こいつを、あ、ごめんなさい。これ、出るはやって、あれなんか変ですね。えー、っと、出るは、ここの中でやって、あ、ち、ち、ち、何やってんでしょう。出るをやって、それから、こうですね。 まあ、上に合わせて、これをボールにしましょうか。ボール、イン、ボールリスト、ボール、ムーブ。まあ、これはどこでやってもいいです。まあ、上に持ってきますか。えー、ここに持ってきますか。はい。ですね。まず、えー、ですから、タイムアウトループでやることは、まずボールを動かします。それからクリックされたらば、今の3つをやります。もしボールがクリックされてたらば、 そのボールについて、えー、図を消して、リストから除いて実体を消す。この3が全セットやって、それを各ボールについて繰り返すということになります。実行してみましょう。いいですね。はい。クリックしてみます。あ、死にましたね。CY がない。えー、あ、クリックトに渡すの忘れてました。ここに引数。いいですね。 えー、クリクトには2つ引数が必要です。こいつは数えません。必ずおまじないですかね。これで CX と CY。たまたま同じですけど、別に何でもいいんですが。はい。これを渡すことになります。えー、ちょっとボール小さくしましょう。40以上大きいですね。30にしましょう。はい。ちょっと走らせてみます。あと、5つでいいえ、5つ。はい。 いいですね。走ってます。そしてクリックすると消えます。いいですね。早すぎるね。よいしょ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 はい。できました。ってな感じですね。はい。今、念のために、プリ、そうですね。クリックされたときに限って、プリントの連のボールリストをプリントして言ないる ここにクリックと。こんな感じのことをやってみると、だんだん減っていくのがわかると思います。はいいいですね。1個。はい。4個になりました。よいしょ。3個。2個。1個。1個。残り1個。うっ早い。よいしょ。 なんか使いにくいですね。なかなか消せない。いしょ。あれよいしょ。えー、こんなことやってる暇はないんですが、0になることを確認できると思います。はい、0になりましたね。ということでゲームオーバーです。もちろんここでゲームオーバーするように作り変えることはできます。じゃあ、もうやりましょう。はい。一つ消すごとに別々に現れるようにしましょう。これもちょっとまあ練習ですね。 え、消したら別の場所に現れるようにしてください。まあ、これもできますよね。もういいですね。ですから消えたら、ここで一つインストラクター、あーコンストラクターを呼んで、こいつをやるわけです。えー、ボール、新しいボール。別にいいんですよ。何でも。new ボ,ボール、イコール、ボール。ういうふうにコンストラクターを呼んで、そして、ボールリストに、append、new、ボール。 こういうふうにやれば、えー、数が減らないことになります。ちょっと見てみましょう。一個クリックすると、ちょっとボール、速すぎますね。ちょっと嫌なので、えー、速度を遅くします。あ、っていうか、ここを、えー、まあ、100ぐらいにしますかすごくゆっくりになりますね。10秒に1回。じゃなくて、 1>, あ1秒に10回ですね。えー、っと、これでいいかなボールをちょっと大きくしましょうか。まあ、いいか。っていう感じ。はい。これでやってみましょう。はい。消すと、別の場所に、別の色で現れてくるのがわかります。もちろん、色も、えー、順番でなくて、ランダムにすることはできると思います。はい。いいですね。じゃあ、スコアをつけようですかはい。 これもいいですね。スコアをつけよう。ですから、この場合はもうゲームは簡単ですので、ここで、はい。コアイコール0。どうしようか。たまには、えー、久しぶりに何か新しい要素を作りましょうか。一行目にスコアを書きますか。じゃあ、レイアウト、ここですね。ここを二段構えにして、一行ごとにテキスト。えー こんな感じにしますか上にテキスト欄を作って、そしてクリックされたらば、えー、ここどうしようがしょうか ?k イコール、多分これ0ですけどね。まあいいや、k イコール、じゃあ99っていうキーを入れときます。えー、そして1個クリックされたらば、まあ、ここですね。はい、えー。スコアを10点増やして、 そして、え何、ー、でしたっけえー、っと、キーですね。はい、えー、一番外で、ウィンだっけですね。もう、<laughs> あんまり久しぶりはスッてしまいました。えー、ウィンの、えー、K ですね。99。アップデートの、えー、っと、スコア。これでいいかな ちょっとこれでやってみましょうか。はい。よいしょ。んはい。ここに数字が増えてるの分かりますね全然ダメだね。もう少しボールをでかくすることと、文字をでかくしましょう。えー、っと、テキストのところで、フォントキーイコールで、フォントイコール、えー、っ と何でしたっけ何の 24? それから中心がいいので前後に、えー、プッシュをつけましょう。前後に SG プッシュから、えー、こちらにも SG プッシュと。はい、これで真ん中に、えー、大きな字で 点数が表示されるようになります。えー、もう少し点速度を遅くしましょう。それからボールをでかくしましょう。はい。どうでしょう。いいですね。これで、はい、クリックすると10点、20点、30点。はい、できるのがわかります。増えてきますね。はい、ここに表数字が出ている。 で、消えましたけど、同じ数だけ増えてきます。もちろん、いろいろな工夫はできると思います。えー、時間計りますかまたね。はい。それなどでやってみてください。はい。今日は大体ここまでです。もう大体いいですね。えー、基本的にいろんなことができることを示しました。はい。えー、まあ、これからゲームらしくいろんなアイディアを盛り込んで楽しくしてみてください。はい。えー、いいですね。ですから、今回は学んだことは、クラスをうまく使えるということ。 えー、それから、オブジェクトを消したりするときの管理について習いました。まあ、これからもいろいろやっていきましょう。久しぶりにテキストもアップデートしましたしね。はい。じゃあ、えー、また次も見てください。以上で終わります。さよなら。